ちょっと意外な角度で来たな。アイリスはまだ生きてるよ。おお、だから何度でも頑張れるよ。ああ、そうか、はあ、はあはあははあ、お兄ちゃんだってそうでしょ。負けたら頑張ろうって思うんじゃないの。すげえ。ああ、そうか、確かにそうだね。うん、ありがとうアイリス。ああ、なんだか眠くなってきちゃった。じゃあ、俺も行くよ。おやすみアイリス。ちゃんと着替えろよ。はあ、アイリスいいこと言うな。怒りマークあるな。怒ってるけど いいかな。はあ、なるほど。何しにしたの？こんなところに来る余裕なんてあるのかしら。他にするべきことあるんじゃないの？ごめんなさい。私、嫌なこと言ってるね。大神さんに言いたいことは、こんなことじゃないのに。なるほどな。なんか、ユリも結局、女の子なんだなっていうか、なんだろうな。かすみさんとかとはまた違う、余裕があるわけじゃなくてね。でもやっぱり大神さんを励ましてあげたいっていう気持ちがなんか伝わってくるな。ユリくん。あんだけ怒られて、じゃあ占いしてもらおうかなっていうのもちょっと気が引けるけどな。もしよかったら、こんな時だからこそ占いをしてくれるかい？俺の運勢を知りたいんだ。それじゃあ大神さんの運勢を水晶で占ってあげるわね。タロットとかじゃなくて水晶ってあたりがな、プロじゃないと本当できないよね。見えてきたわ。今月の大神さんはラッキーカラーは黄色。アイリスとね、連携攻撃確率上がると結構大きいよね。攻撃範囲の広いコーラン、アイリス、マリアっていうのは重要だよね。自分らしさを大切にすると幸運が舞い込んでくるかも。たくさんの人のたくさんの努力は必ず実を結ぶわ。そのこと忘れないでね。すごい強運よ。まさに向かうところ敵なし、やりたい放題って感じね。あー、負けた直後に聞くと何とも言えんの。もう言わないでよ。さっきのことなら謝るから。ちょっとイライラしてたみたい。辛いのは私より大神さんよね。でも大神以上に悔しがってくれるっていうことがね、嬉しいよね。私たち風組って戦いが始まったら何もできなくて、あとは大神さんたち花組に任せきりじゃない？それが辛い時もあるの。ゆりくん。俺の方こそ助けられてるよ。ゆりくんたちがいるから、俺たち花組は戦ってこられたんだ。何を言うのよ。本当のことだよ。戦いだけじゃない。いつも助けてもらってるよ。ありがとう。そう言ってもらえると、すごく嬉しい。大神さん、私が許してあげるね。ああ、なるほど。だから、大神さんも自分を許す努力をして。自分を許す努力。ああ、いいこと言うな。だって、自分で許さないと、いつまでも後悔し続けて自分を責め続けるでしょ。なんかこの話聞くと共感できる人いっぱいいるんじゃないですか。だから自分を許せるようになるまで精一杯頑張ってね。あ、わかったよ。なるほどな。明治神宮の戦いの後、陸軍省は蜂の巣をつついたみたいになったのよ。でも急に静かになっちゃって、どうしたのかしらね。この熱き血潮にはリメイクだから当然2とかよりも全然後に作られてるんですけど、もうネタバレというか言っちゃうと、2の黒幕が陸軍じゃないですか。結構核心にね、続くとこ喋ってくれるんですよね。具体的に名前も出てきたりするしね。
なるほどね。ちょっとこれ面白いね。もうちょっと噂話聞きましょう。今年1年を占ったらあんまり良くなかったのよ。もしかして怪物のことを暗示していたのかもしれないわね。それもあるけど、大神さんとね、あと2ヶ月もしたらお別れってのもあるしな。後部治らないかもしれないんですって。コーランですら手に負えないなんて。コーラン部屋でそっと喋ってきたけど、ユリマはもう知ってるんだね。さすがだね。かすみさんが試算したんだけど、このままじゃ帝劇の資金が底をつきそうなのよね。舞台公演だけじゃ全然足りないし、財界の支援が必要よね。支援してもらえるんだよね。そういえばコーランが新しい実験を始めたみたいね。なんだか今回だけは期待が持てる気がするわ。いや、いつもすごいんだよ本当は。明治神宮の一件があってからマリアさんの様子が変なのよね。何か冷たいものを感じるの。冷たい殺気のようなものを。ちょっと心配だわ。はあ、マリアって抱えてるよねやっぱり。まあこのね、ワンでもマリアのね、こう暗い影を落としたところから開いてあげてね、心をね、こうお互いを認め合える関係になってるけど、でもやっぱりマリアもね、その自分を責める姿勢っていうのは大神以上に強いかもしれないな。私にもっとできることがあればっていうな。銀座も静かなものよ。いつもならデパートの初売りで賑やかなのに、みんな家から出てきやしないもの、どうなっちゃうのかしら。あー、そう、なんか本当に今の状態に似てるな、今の東京にな。みんなが塞ぎ込んでてもアリスだけはいつも通り元気ね。そうだったね、さっきね。余計なことを考えない分、大人なんかよりも強いのかもしれないわね。そうだよな。生きてるからまだ頑張れる。アイリスならではの考えかもしれないね。頑張ってね、大神さん。諦めたら全てが終わりよ。わかった。何か方法を考えてみるよ。はい。じゃあ、他のところに行きましょう。ユリとの話ってのはいっぱいいろいろ聞けるからいいよね。ユリくん、それじゃあもう行くよ。大神さん、負けちゃダメよ。敵にも。自分にも。ね。ああ。わかったよ。それじゃ、ゆりくん。なんか、キラキラ光ってるな。売店も行きたいけど、ちょっとまずこっちから行こうか。ああ。大神さん。後にエースになりますからね。やっぱり、花組のことは人一倍思ってるだろうね。桜くん、こんなところにいたのか。はい、何かしていないと不安で。らしいな。衣装のお直しをしていれば何も考えなくて済みますから。新宮寺桜も天宮桜も結局ね、一つこう舞台への情熱を注ぐ先として衣装というものをね、見出すよね。ほら、もうこんなにもお直しが済んだんですよ、桜くん。前向きに行こう。次は絶対に勝とうな。俺たちは帝都の平和を守らなければならないんだから。勝てるんですか。勝つんだ。勝つと信じるんだ、大神さん。目に光が戻った感じがしますね。桜がやっぱり大神を信じるしかないもんね。その気持ちがあるんだろうね、強く。帝都の人たちを守るのが俺たちの使命、いや誇りなんじゃないのか。はい、そうだよな。桜のすごいところはさ、ゲントに行った後も帝都を守ってるもんね。新宮寺の光が大正29年の帝都に降り注ぐしね。この人は強いな。そしてそれを支え続けたのが大神一郎なんだろうな。大神さん、もう少しここにいていいですか。明日になったらもう少し元気になっていると思いますから。わかった。それじゃまた明日。もう遅い時間だからな、早く休んでほしいけどね。じゃあ椿ちゃんのとこも行きましょう。
あ、大神さん、大変なお正月になっちゃいましたね。一番落ち込んでるだろうな。そうだね、やっとクロノスカイを倒したと思ったのに。あ、あの、元気出してください。いいね、椿ちゃんらしいな。ありがとう。そうだな、じゃあブロマイドもらおうかな。あ、そうだ、お正月用に特別に作ったブロマイド、どうですか？特別なブロマイド？大神さん、いつもブロマイドを買ってくれるから特別サービスです。だから元気出してくださいね。約束ですよ。どうぞ、選んでください。ほら、どれにしますか？これ、ここまでに買ったやつ見れるよね。おー、見れた見れた見れた。これ、桜の今回のブロマイドですね。桜のブロマイド、桜が舞い散る様を佇んで見ている。うん、なんか一番桜らしいよね。あ、逆だった逆だった。で、すみれ、優雅だなぁ。水着だわ。この水着ってもしかして、あ、でも違うか。2の水着は繋がってるもんね、上下ね。これビキニだよね。大正時代にビキニ着るってなかなかだよな。これかっこいいよね。サックス吹いてるマリアね。降りしきる雨に、雨の中やってんだ、これ。サックスの調べは響いている。カンナのブロマイドは食欲の秋らしく焼き芋を頬張っている。いいね。カンナらしいじゃん。柿を、手前にっていうこの構図がまたなかなかだよね。アイリスのブロマイド、雪降る中楽しそうにジャンポールの兄弟を作っている。これだから季節もあれしてるよね。春、夏、梅雨、秋、冬ってことだよね。あー、コーラのブロマイド、携帯型花火打ち上げ機、大筒でいいのかな、錦でお祭りに向けて気合い十分。なるほどな。コーランやっぱ花火職人だな。2でも花火作っていくしな。へえ、なんか改めて見るといいね、やっぱり。この懐中時計ね、ちょっとついでにブロマイド以外も見ていくとね、懐中時計あの限定版にちゃんとついてきますね。私も持ってます。2個持ってます、しかも。花組隊長への着任を命じた指令書。最初にもらうやつだね。もぎり服、もぎりのハサミ。あ、なるほどね。そうだった、そうだった。ミニゲーム一個一個がない分、花組恋恋大会がこう連載イベント的に開かれるんですよね。3位だったので銅メダルもらいました。よし、じゃあ、特別なブロマイド買いましょう。いろいろあるなぁ。すごいね。特別で全部面白いな。何このマリアのね、ブロマイド。これはマリアさんの特別ブロマイドですね。はしごから落ちそうになって慌ててるマリアさん。はぁ、面白いね。スミレさんはなんか割と王道のスターのあれだね。自分で破いてしまった衣装を直している。はぁはぁはぁ、スミレさんです。意外な一面ですね。さくらなんか、綺麗だな。他のね、なんかマリアのはしごから落ちそうとかとは全然違うね。それはマリアさん、あ、さくらさんの特別ブロマイドですね。小道具のお花を作っている。はぁ、はさくらさんです。お花がよく似合ってますね。小道具なんだね、あれ。それはカンナさんのブロマイドですね。小道具の剣のお手入れをしているカンナさん。さすが様になってます。あー。リア王の時に使うかね。後々ね。アイリス。なんか顔にペンキがべっちゃりついてる感じかな。アイリスちゃんの特別ブロマイドですね。舞台用の書き割り。あー、そうなんだ。舞台用の書き割りを描いているアイリスちゃんですね。へへへ、かわいいですね。全部欲しいなー。それはコーランさんの特別ブロマイドですね。大道具を整備中のコーランさんです。機械治療してるだけあってすごく生き生きしてますね。コーランらしいよね。また、チャイナ服でこれやってるっていうのがね、面白いね。そして、あやめさんもあるんだね。まあそうか。お客さん用じゃないってことだよね。それはあやめさんのブロマイドです。試しに作ってみたんです。はい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 。なるほどね。なんか、夏にこう、うちわを持ってるって感じだね。涼んでんだろうね。お客様にお出ししてない貴重な一品なんです。あやめさんにも内緒ですよ。つばきちゃんが作ってるっていう立場なんだね。えへへへへ、ゆりさんがどうしてもっていうからちょっと撮ってみたんです。私たちが舞台のお稽古してんだ。どうです、欲しいでしょう、ちょっと欲しいね。何これ、あ、台本読んでるな、よく見ると。これ買っちゃおうか。あー、面白いね。そうだね。かすみさんはなんか台本読んでて、椿が何してるの、それをゆりがなんかホールドしてね、こういう角度でしょみたいな感じでやってるけどね。面白いね。事務局でこんなことやってんだね、3人で。
はい、どうぞ、私たちのブロマイドです。大切にしてくださいね。うん、大切にしましょう。これいつでも見られるもんね。帝劇さんに娘の特別ブロマイド、舞台の練習を一緒にしている非売品の貴重な一枚。うん、いいね。ごめんよ、俺がもっとしっかりしていればコウマに勝てたのに。椿ちゃんにも迷惑かけたよね。そうやね、さっきゆりさんはあんな悲しいこと言ってたもんな。そんなことないですよ、大神さんは精一杯やったじゃないですか。でもそんなことばっかり言わないでください。自分ばっかり責めないでくださいよ。椿ちゃん、謝るよりはそうだよな、お礼言った方がいいよね。心配してくれてありがとう。椿ちゃんのおかげで少し元気が出たよ。大神さん、えへへへ、やっぱり大神さんは笑顔の方が素敵です。ははは、椿ちゃんも笑顔の方が可愛いよ。うん、こうやって言い合える二人の関係いいよね。もう何言ってんですか、さっきまであんなに落ち込んでたくせに。こういうことを経て近づいてくんだろうね、二人の距離がね。うん、なんだか元気が出てきたよ。椿ちゃん、本当にありがとう。3人娘いてこそ、風組いてこそだよな。椿ちゃん、どうすれば今度の敵に勝てると思う？そうですね、後部も壊れちゃいましたし、あとは勇気だけです。きっとなんとかなりますよ。もう何か秘密兵器でもあるのかと思ったじゃないか。なんやかんやね、椿が北海道から天部を運んでくるもんな、桜2では。でも気は持ちようですよ、きっと。勇気か、勇気です。頑張りましょう、本神さん。なるほどね、椿らしい一言だよな。霞とかユリとかとはまた違うけど、でも元気を与えてくれるっていう、それが一番大事だったりはするよな。おかみさん、弱気になったら負けですからね。あ、わかったよ、それじゃ。そうだよね、お正月のブロマイド、なんかこうやってちょっと悲しい雰囲気でもらうっていうのもね、ちょっとまたいつものとはね違う感じはするよね。みんなどこにいるんだ、トレーニング室にカンナだろうと思うけどね。意外な人いるかもしんないね。どうだろう。あ、やっぱカンナだね。体調か。どうした？汗でも流しに来たのか？いや、見回りのついでにみんなの様子を見にね。そうか。明治神宮であんな目に遭っちまったもんな。まあカンナは大神のその意図がわかってるんだろうね。あれが新しい敵かよ。まさに化け物だ。あんなに強いなんてさ。喧嘩にすらならなかった。実力が違いすぎる。どうやれば勝てるんだろうな、カンナ。俺は諦めないぞ。どんなことがあっても帝都の平和は俺たちで守るんだ。隊長、カンナ、ついてきてくれるんだろ。ああ、もちろんだ。ありがとうな、隊長。あたいはこう思うんだよ。後悔のない生き方なんて、そんなの生きているとは言えない。人は悔いて悔いて悔いて生きるものなんだって。皆さんノートに書いておきましょう。人は悔いて生きるものなんだ。悔いて生きる、そうさ。だから前に進めるんだ。悔いるってことは自分の失敗を認めるってことだ。そして乗り越えることだ。隊長、前に進もう。次は絶対に負けられないもんな。桜大戦ってやっぱりね、こういうところから自分のね生き方考えさせられるよね。皆さんもなんか今のカンナの一言で何か感じる場面ってあったんじゃないでしょうかね。自分の悔いというものをね、前進する力に変えるっていうね。あ、そうだな、カンナ、頑張ろうな。よし、それじゃあたやもう行くよ。隊長、ありがとな。自分の失敗を認めるか、確かにそうだな。よし、頑張るか。
大神さん、夜の見回りですか？いや、今日はあんなことがあったからみんなの様子を見に。風組のところも回ってあげるってあたりね、さすがだよね。でも風組もね、よく9時まで働いてるよな。そうですか、優しいんですね、大神さんは。今の俺にはこれぐらいしかできないから。私はこんなことでしか大神さんを元気づけてあげられませんが、3月公演の大恐竜島のポスターがすり上がっているんです。大恐竜島3月か、そんな遅かったか。いかがですか、ご覧になりますか。そうだな、見よう見よう。そうだな、ポスター見せてもらおうか。はい、どうぞ。アイリスちゃんとコーランさんの大恐竜島のポスターです。翼の直後にこれなんだな。へえ、今度は冒険者か。なんだかすごく楽しそうな舞台だね。コントだもんな。あの二人ですからね、すごく面白い舞台になると思いますわ。人気になってるだろうな、コーランとアイリスね。かすみくん、すまなかった、せっかくのお正月に。いいんですよ、気にしないでください。精一杯頑張った結果なのですから。でも過ぎたことはもういいじゃないですか。それよりもこれからをどうするか、それを考えましょうね、大神さん。これからこれを聞こうよ、あえてね。かすみくんはどうしたいんだ、これから。そうですね、書類の整理をして公務の修理費の算出ですね。こうやってやっぱ支えてくれてんだよな。いい、そういう意味じゃなくて。ふふふ、冗談ですよ。でも半分は本気です。落ち込む暇なんて私たちにはありませんもの。そうだよな、さっきも言ったけどね、かすみさんがお金を捻出してくれて、かおるさんがお金を捻出してくれて、公務やら無限やらのね、整備ができるわけですよね。後悔だけをして生きるのは楽ですけど、そんなの私が許しません。カンナの言ってることとつながってくるな。かすみくん、私にできることがあれば何でも言ってください。だから終わりにしましょう、悩んだり落ち込んだりするのは。こういう人がいるから大神は頑張れるんだよな。大神さん、約束してくださいますか。あ、ありがとう、かすみくん。かすみくん、後部の修理費ってどれぐらいかかりそうだい？そうですね、聞くとびっくりしますよ。え？お金の心配はしないでください。大神さんは勝つことだけを考えてくれればいいですよ。でもそういうわけにもいかないよな。そうだ、歌劇団の予算ってどこから出てるんだい？舞台の収入だけじゃ無理だろ？まあ、いろいろですよ。財界からの支援もありますし、そういうことは米田支配人が頑張ってくれてますよ。そうか、米田司令も大変なんだろうな。かすみくん、これからもよろしく頼むよ。はい、わかりました。私にできることでしたら何でも言ってくださいね。ありがとう、その時は甘えさせてもらうよ。よし、行きましょう。他の人のとこもね、見に行きましょう。かすみくん、もう行くよ。おがみさん、頑張りましょうね。今が正念場ですよ。あ、わかってる。じゃあまた。おそらくね、作戦司令室にいるって言ったらあの人じゃないかなと思うけどね。やっぱそうだね。マリア。隊長。隊長も今回の敵について調べに来たんですか？あ、夜の見回りのついでにね。あれが敵、相手にとって不足はありませんね。マリア？心の奥から恐怖を超える何かが来ているんです。昔味わった生と死の狭間に漂う極限の快感のようなものが。はあ。もう、戦いの中に生きる女なんだろうな、マリア。どうしよう、こんなのが出るとは思わなかったな。しっかりするんだ、いつものマリアらしくないぞ。分かっています。でも生と死の極限で生きてきたあの頃の私が心を支配するんです。もう嫌なのに、あんな戦い方は二度としたくないのに。すまなかったな、マリア、叩いたりして一択だったからさ。いえ、私の方こそすみませんでした。今回の戦いの責任は俺にある。だから自分を責めるんじゃないぞ。はい、
それと今の話絶対にみんなにはするなよ。今はみんなが不安がってるからな。はい、決して。うん、大神だからこそ話せることだったのかもね。それでは私はもう行きます。隊長とお話できてよかったです。心が軽くなりました。それでは失礼します。うん、そう言ってもらえると何よりだな。あのマリアがあそこまで追い詰められるなんてな。俺がしっかりしていればな。なるほどね。それでは明日のお昼に事務局でお待ちしていますね。では大神さん。大神くん、それ以上は。ああそうかい、そうかい、もうそういう、そう感じてしまってるのかな。今はこの戦いを終わらせることだけを考えてほしいの。速やか、軽やか。